界での戦いは熾烈を極め、ついに聖夜たちはハーデスの本拠地であるジュデッカへと到着した。そしてその冥界へさらに最強のセイントたちが集結する。そう、アテナを救うため自らの命を顧みず冥界へとやってきた聖夜たちブロンズセイント、彼らと共に戦うために。パウラスのアルデバラン、金牛宮を守るゴールドセイント、黄金の野牛の異名を取る。その強靭な肉体は波の攻撃をわけもなく跳ね返し、その拳から繰り出される攻撃はあらゆるものを粉砕する。強胆かつ実直な性格で十二宮においても聖夜と真正面から戦い、角を折られたことで負けを認め金牛宮を通過させる。必殺技はグレートホーン。キャンサーのデスマスク、巨海宮を守るゴールドセイント、冥界と現世を行き来することができる。相手の魂に直接的に攻撃を仕掛けることができ、その攻撃を受けた者は冥界へと送られてしまう。戦うことに至上の喜びを感じ殺戮を好む。自らが信じる者のみ正義とし、他の者の意見を聞き入れない。必殺技は赤色冥界派。バルゴの釈迦、諸女級のゴールドセイント、最も神に近いと呼ばれた男、アテナと共に冥界の地へと降り立つ。凄まじいまでのコスモを持ち、その実力はゴールドセイントの中でも抜きん出ていた。相手の五感すべてを奪い尽くす技を繰り出し精神を破壊する。常に冷静沈着であり、感情をあまり表に表さない。忠誠を誓ったアテナに危機が迫る時にはその身を犠牲にしてでも守りきろうとする。必殺技は天部降臨、陸道輪廻、天魔降伏、天空覇者地味猛領。ライブラの同行、天秤級のゴールドセイント、243年前のハーデスとの聖戦を生き残ったセイント、ブロンズセイント、ドラゴン飛竜の師匠。ハーデスを監視するためメソペタメノスという秘術を受け、本当の姿を封じていた。そのクロスは6種類の武具となり、威力は星をも砕くという。その長寿ゆえ数多くのセイントから慕われている。善悪を見定める究極の目を持っている。必殺技は魯山昇竜派、魯山百竜派。冥界とエリシオンを隔て神のみが通ることができると言われる嘆きの壁。最強のセイントたちの行く手を遮るこの壁を乗り越えることはできるのであろうか。